第1回どっちが最強通り部 vs 鬼滅の刃。今回は今大人気アニメの東京リベンジャーズと鬼滅の刃のキャラを集めてあの合わせします。役職モッドを使ってどちらが最強なのか検証しましょう。役職モッドって何？通常アモングアスはインポスター側とクルーメイト側の2チームに分かれている。しかしこのモッドは他にも特別な役職が大量に入っており、インポスターでもクルーでもない第3チームを作れるのだ。今回使用する役職を紹介します。インポスター陣営マフィア、3人で動くインポスター。それぞれできることは違うよ。キルやサボタージュができる以外に死体を消したり、ボスが死ぬと能力を引き継いだりと厄介な役職だ。ジャッカル陣営ジャッカル、インポスターでもクルーでもない第3チーム。ベントに隠れたり他のチームをキルすることができる。サイドキックというキルができる相方を誰でも指名できるよ。テルテル、その陣営ジェスター、この役職は孤独役職。自分以外に味方はいない。理論対面自分に投票が入り追放されることで勝利。ド M 役職だ。クルー陣営シェイク、インポスターや第3陣営にキルを行うとそのまま倒すことが可能。逆にクルーメイトにキルを行おうとすると自分が代わりに倒れてしまう。スニッチ、全てのタスクを完了すると他の陣営のプレイヤーを指す矢印が表示されるよ。誰がどの役職になるか楽しみにしてください。富岡さんじゃないですか。校長。あ、富岡さん。あ、どこ行くんですか。富岡さん、富岡さん待ってください。富岡さん、どこ行くんですか。やめろ。毒漬けに、薬漬けにさせてください。富岡さん、よせ。富岡さん、本当にやめろ。包丁で、あの、ホルマリン漬けに。やめろ。あ、すごい、今瞬間移動した。ちょっと、君たち何してるんだ。ホルマリン漬けにさせてくれないんですよ。先生、危ない、追いつかれる。トルマリンが。君たち、そういうわけだったんだ。え、君たちはそういう、違います。違うんです。薬漬けに。先生、感度3000倍にする。感度さん。あ、いっぱいいた。お、いたいた。お散歩したら、俺が取り付いた。あれ？お兄ちゃんはシフトチェンジですか。気持ち悪いから。ダブルクロスションベンやろうぜ。潮吹き。今日からかまど妹のお兄ちゃんは俺だ。元気がいい。ダメだ、煉獄。煉獄ねずこ。俺とのバトルに勝ってからにしよう。お前もお兄ちゃんになりたいのか。奪い合ってた。トレーナーとして先生命令してください。よし、義勇潮吹き。あ、ポケモン始まった。ポケモン始まった。大文字、大文字が初代の大技じゃねえか。大文字しかない。命中率 80% だぞ。詳しいし。刃も。好きなポケモンはなんだ。好きなポケモンは。好きなポケモン、ポケモンってなんだ。まあわからないな。ちょっと今単語が頭に浮かんだのはグラッキーだな。ガッツ、性癖に刺さるやつじゃん。こんな目で見てるんですか、ブラッキーを。いやだってほら、確かに黒タイツみたいな感じじゃん。先生もシャワーズみたいな見た目してますよ。いや、シャワーズってか、シャワーしてるんだよ。じゃあ俺ブースターじゃないか。俺ブースターじゃない。いや、どっちかっていうとバオフィーだろ。いや、詳しいんだよな、さっきから。ポイ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 だから俺がシェリフとしてドラケンを殺した。はいはいはい、なるほどね。カンロジの立ち位置は何なの。死体発見した感じ。私喋りたい。いや、カンロジの話を聞こう。みんなせめてアニメでそこまで出番ないんだから。さすがに1本しかないの。お願い。よし、いっぱい喋っていいぞカンロジ。今ね、通り部の方々がたくさんいて、そこの中にネズッチがいたの、うん、そしたら、そんな横を通り過ぎた瞬間にネズッチが吹き飛んだの。グロいな。ネズッチが吹き飛んだ。で、あの、マイキー、うん、マイキーくんがちょっとバカにしたよね。言い直すな。切り倒すね、マイキーくんが。マイキーくんがネズッチって言って、この通報しないのかなと思ってたら、気づいたらドラケンさんも死んでたの。なるほど。あ、なの、何笑ってんだ。今笑ってないの。マイキー、マイキー、こいつ今笑ったぞ。お前は笑われて当然だろ。傲慢のこと笑った。お前何してんだ。ハンマか。
そんなことしていいのか。うーん、どやけ。あーなるほどね。っていうことはそこにいたもう面々でいろんなこんなに気がね。通りすがりの蜜り。通りすがりの蜜り。まあ、ほんま殺してんのは変わりねえからな。俺はし、お前制裁。このドラケンに対しての鉄拳制裁だよ。それ言い訳できてないぞ。あいつがバルハラに来ねえから悪い。でみ。やばい。ハンマが行った。ハンマ。ちゃんと正義行動したんだけど殺されたんだな。なんでだ。あら、あ、しのぶさん、ん、うわ、柱二人に囲まれたんだけど俺、やば、テンション上がる。よもやよもやだ、お前も柱にならないか。お前それセリフ違くない。あ、終わった。どうした、ナイス。あ、行っちゃった。行っちゃった。あ、結構軽い。明るいな。さようなら、ありがとう。調子乗ってるこの人。映画で稼いだかって調子乗ってる。自分の曲だと思ってですよ。リサの曲だぞ。お前の曲じゃないぞ。暗い空には、あ、星が見えない。鱗滝さん、はい、僕水の呼吸使いたいんですよ。よ、ちょっと待って、ちょ、観路所、ちょっとこっち来て、みんなこっち来て、ちょっと鬼滅メンバーちょっとこっち来てほしい。東京市マイキー仕事してちゃんと。はい。ちけ。俺だけハーブじゃねえか。ちけマイキー。ちょっと僕ねちょっとね。ハーブだ。呼吸を使いたいんですよ。なんか違う呼吸の候補も。いや、まあ僕この3つで考えてるんですよ今。恋か炎か水で。なんかちょ最終的に決めよう。じゃあ今から俺が1の方って言った時にいい感じに呼吸合わせれた人にします。なので皆さん1の方の技を言ってください。いいですか。じゃあ行きますよ。全集中。1の方。水面切り。逃げろ。シュッ。今踊ればじゃないか。あ、そうだ、聞いてくださいよ。聞いてくださいよ。しのぶさん、何ですか何ですか。ここだけの話、俺スニッチなんすよ。スニッチ、タスクやらなきゃいけない。あ、私が援護しましょう。スニッチなんかお前、守りましょう。あ、先生じゃないですか。よし、やっぱ失礼します。さよなら。停電直ってよかった。こうして、ここ、あと1個ある、あと1個あった。うわぁ、マジか。え、めっちゃ死んでるやん。金庫室に2人並んで倒れてたんだが。金庫室、いや、めっちゃ死んでる。なんで？さっき、昇降機のところに2人。校長さん、2人で最後いた時に上から2人来たのあれ誰でしたっけ。マート君とジジイですね。先生じゃないか。いやそう、俺も見てる。ちょっと僕も喋っていいですか。ちょっと水柱自由にしてくれ。自分が水柱だってことを。ちょっとね、最後ね、しのぶさんと炭治郎さんにセットにあった。2人セットにで、今消えてる人もいるわけじゃないですか。あれ、消えてる人はいないのか。そうだな、何もなかった。何もなかった。で、マウトッチはあそこで何やってたんだ。あそこでどの呼吸を俺使えたらかっこいいか選手権をしてた。でもあそこで鬼滅組固まってたよ。でもこの動画自体鬼滅組多いから大丈夫。そんなの気にしない。え。いやすごいね。薬ください、しのぶさん。ということで、通り部 vs 鬼滅の刃、鹿の役職モッド終わりました。ありがとうございます。さあ、ここで一体誰が最強のキャラだったのか、今から MVP 投票タイムに入りたいと思います。それでは行きましょう。 MVP 投票、誰が最強のキャラクターなのか発表します。炭治郎、
炭治郎ということで、今回最強だったのは浜戸炭治郎です。やったー、なんで混んでたから。すが浜戸少年、ね、出たよ、ペタペタだったよ。それでは MVP になったんで一言お願いします。全集中、水の呼吸、十二の肩、血を吹き。幸せと燃える貴重な時間はどれだけですか。